どうも、サンゴです。本日の友はこちら、野菜ジュース。あれ、サンゴを珍しく体にいいもの飲んでると思ったそこのあなた、安心してください。こちらはもらいものです。ということで、ポケモンの続きやっていきたいと思います。私はこの後どうしたらいいんだっけ。あれか、あの中間地点に来いって言ってたんだ、確か。勝負しようよ。嘘だよ、やるよ、やればいいんでしょ。はい、短パン小僧の言うと短パン小僧ってめっちゃバカにしてない？短パン小僧ってめっちゃバカにして、うわ最悪、もうなんでよ、やんなきゃよかった。もう最悪なんですけど。1号だけ撃つぞ。燃やしてしまえ、そんなもの。はい、雑魚。あ、そうだ、あのさ、私前回このヤングースのさ、名前をさ変えられなかったんだよね。これって後から名前変えられないのかな。あ、いけたいけた、よかった。あぶねー。じゃあ今1号2号まで来たから、で私3号だから4号だ。うっ、 OK。 なんや、餌持ってないぞ私は。そんな目で見られても。あ、こいつは新キャラじゃないか、かわいい。ブイゼル。待って、こいつ欲しい私。ちょっと待って。レベル6でしょ、で、私レベル8でしょ。体当たり1回やってどんぐらい？あー、大丈夫。結構いける。ってことは、ちょっと待って、火の粉やったらこれ、死んじゃうかな。いけ、ギリギリで止めるだ。お、あ、全然効いてないの。ちょっと待って、これポケモンを変えるべきじゃないか、もしかして。これは、2号の出番だ。よし、じゃあ2号の電気ショック。危ない。マジで2号やらかすとこだった。危な。ポケモンボール、モサボールか。いきます、いけ。 OK。 はい、こいつは5号。あ、電光石火覚えたっぽい。電光石火ってどういう技？目にも止まらぬものすごい速さで相手に突っ込む、必ず先生こく。あ、いいじゃん。あ、なんかめっちゃさ、いる。なんか超会話してんだけど、ここ可愛くない？うわ、なんかさ、めっちゃ唇でかいやついいんだけど、なんだっけこいつ、名前あったよねこいつ、確か名前なんだっけな、こいつ。クワ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 エモン、クワエモン、コダックだー。焼き尽くせ。あら、そんなに効いてない。あ、マジか、コダックって水か。やばい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 、まずいまずいまずい。ちょ、下がって下がって。2号。 OKOK、電気ショック。オッケー、ナイス。あ、この子もなんか私見たことあるぞ。なんだっけな、この子の名前。ちょっとわかんないな。お化けかな。ラルトスだって。影分身、かっこいい。電光石火行こう。こっちも早い技で。オッケー、いいよ。めちゃめちゃ回避率上げるやん、あいつ。スピードスター。オッケー。もうあいつ影分身しかしないんだけど。よし、じゃあこれで最後、電光石火。ナイス、2号。よーし。おっと、危ねえ。ポケモン元気になっちゃった。あ、そうですか、よかったですね。あら、あららら、何この可愛い羊ちゃん。羊じゃないのかこいつ。羊だよな。パピパピモッチ。ちょ待って、こいつ欲しい。パピモッチ欲しい。ちょっと2号ちゃんとちゃんとやるんだよ。あ、いいよいいよ、オッケーオッケー。いい感じに HP 残すんだよ、2号。頼んだよ。お、いいね、いいね、いいよ。ちょっと攻撃の仕方気持ち悪いな、こいつ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ちょっと攻撃の仕方気持ち悪い、こいつ。よし、モンスターボール投げよう。オッケー。う、あ、待って、こいつめっちゃ懐かしくない？え、こいつめっちゃ懐かしい気がする。あ、こいつ名前なんだっけな。ププリン。あれ、ププリン。ププリンって名前だっけ。電気ショック。あ、あんま聞いてない。ちょっとポケモンカーエをたまには。よし、5号行こう。5号、水浸し、いけ。水浸しにしろ。水タイプになった？なぬ？そういう効果なのか、水浸しは。え、ということは、水タイプになったということは、ここで私は、あれじゃない？誰だっけ？2号。2号で倒せばいいんじゃない？オッケー、ここで電気ショックどう？
お、いいね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 。とどめのお電光石火。あら、まだあった。はい、オッケー。よし、着いたぞ。中間地点。プラットタウン着きました。ポケモンセンター。おぉ。技マシンマシン。ポケモンに技を覚えさせる技マシンを作れる。あー。R ボタンを押すと戦闘のポケモンにレッツゴーと指示することができます。レッツゴーをしているポケモンは近くにいるポケモンと戦ったり、アイテムを拾ったりしてくれます。へー、便利。ちょ、一旦ポケモンの回復しよう。すげー、なんか、未来的。新しい技を覚えようかな。甘える、泥かけ、守る、氷の牙、雷の牙、電気を貯めて牙で噛みつく、相手をひるませたり麻痺状態にすることがある。あ、これいいじゃん。あ、でも待って、作れないかも。落とし物不足してるって。足を強く蹴り相手を転ばせて攻撃する。相手が重いほど威力が上がる。はあ、これいいんじゃない。これさ、誰だっけあいつあいつ誰だろうな。5号か6号か4号か。こいつこいつ。5号だ、5号。オッケーオッケー。ちょっとさ、あれやってみない？レッツゴーやってみようよ。いけ、レッツゴー。頑張れ頑張れ。オッケー、ナイス、勝ったぞ。あ、こいつ、こっち行け。2号こいつ、2号こいつ、2号こいつ。2号こっちこっちこっち。頑張れ頑張れ。2号は倒れて戻ってきたマジかお前。ちょっと待って、2号じゃ勝てないか。そしたら1号生かすか。いけ、1号でこれ行ってこい。お前ならいける。オッケー、さすが1号だ。とろけますよ。お、何言ってんの。甘くて冷たいアイスか。うわ、本当にアイス買えるんですけど。え、なに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 、食べ物って何、食べ物ってどういう効果あんの。経験値パワーノーマル、捕獲パワー水で、デカデカパワー炎。え、わからん。あ、これがいいな。ストロベリーアイスがいいな。すごい食べ方。すごい食べ方。私、どこ行ったらいいんだろうっていうか。プラトタウン？プロトタウン？ここ来てって言われてからさ、その後の指示が何もないんだけど。オッケー、とりあえず学校行っか。あ、これ学校？方向ボタンを押すといろんな機能を使うことができます。エモート、カメラ、見た目の設定、見た目の設定変えられるの。服装変えられる、すごい。いいじゃんいいじゃん、ダサあ、いいなんかいそう、こういう人。どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。また戦うの。だって生徒会長あいつ使うんじゃないの。ニャハオ、ニャオハだ。やだなぁ、ニャオファ。かわいいんだもんなぁ、ニャオファ。燃やせ！オッケー、ナイス。次は誰？パンモを繰り出そうとしてる。パンモってなんだろう？あー、こいつね。はい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 。とっておき使っちゃう？なにそれ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 ？何それテラスタル、タイプの威力をもっと高めるんだ。なんか見た目が見た目がやべえぞやばい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 、1号押されてる押されてる。ゲル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 まずい、死ぬかも。あら、まあ1号やられた。え、待って、どうしよう。待って、電気に強いのってなんだろう。6号行くか。6号行こう。ちょっと6号使うの初めてじゃない。ここで6号出しちゃおう。舌で舐めよう、そのビリビリ舌で舐めよう。ハンバー食らってなさそうお、オッケーオッケーオッケー、いいいい、大丈夫大丈夫。体当たり行きましょう。オッケー、いいよ、ナイス。まずい、6号やばいぞ、大変、これは大変。体当たり行こう。いやー、そっちからかー、まずい。やっぱりここは数々の修羅場をくぐり抜けてきた2号で電光石火でしょ。はい、勝ち。カルデア地方最大の都市。あー、すっげー、なんかめっちゃ広いな。広すぎてどこ見たらいいかわかんないな。これは、お、何屋さんだ。
つろぎの場、喫茶室なぎさ。うわー、なんかめっちゃ美味しそうなんですけど。めっちゃ美味しそうだけどさ、これを食べたことによって起こる効果がわからん。このポケモンめっちゃ可愛い。欲しいかも。誘拐できないかな。ここは？すごいすごい、店内がちゃんとある。でっかくないかそれ。それでっかくないかそれ。それ、一人で全部食べんの？すごいな。かわいい！ポケモンと一緒にご飯食べてるんですけど。でっけえな、お前。私もちょっとここ座ってポケモンと一緒にご飯食べたいんだけど、座れないのかな。私もポケモンここに置いてさ、ご飯むしゃむしゃ食べたいんだけど。できないのか。ご飯屋さんめっちゃ多いけど、効果がいまいちわかんない。ここは？うわー、美味しそう。美味しそう。ドライカレーとか、レモンのジェラートとかめっちゃ美味しそう。かわいいな。ご飯が豊富。ここパン屋さんじゃない？買いに来た。わ、違う。なんだこれ。なんかさ、材料買えるってことはさ、料理できんのかな、もしかして。ここは？あ、美容室だ。ヘアレンジ3000円。すごい。なんかいっぱいある。わ、めっちゃ雰囲気変わる、これ。めっちゃさ、髪型これにしただけでめっちゃ雰囲気変わんない？あ、これかわいいかも。これ産後っぽい。似合うかも。ミディアムパーマ。あ、でもこの髪型もいいかも。イブソンタック。あー、これもかわいいけど。アシンメトリーボブ。あー、悩むな。悩むけど、なんか、これかな。これにしよう。色も変えられるけどさ。ワインレッドかわいい。けど眉毛との色が合わなすぎる。待って、パープルアッシュかわいくない？オッケー。すごいな、マジで。なんででもさ、こんなにさ、料理がいっぱいあるんだろう。君もスター団に入ればお星様のように輝けるのよ。スター団ってなんだ。この子のさ、カバンめっちゃ可愛いんだけど。イーブイじゃない、カバン。ほら、可愛くない？バッグ。イーブイだよね。助けようか。そのバッグくれるかもしれんし。泣く子も笑う。スター団、君は知ってるよね。泣く子も笑う。泣く子も笑うってめっちゃいいじゃん。めっちゃいい集団じゃん。勝負する気はなくない？戦うのか、やっぱ。うわ、なんだそいつ。ああ、ちょっと、ちょっとあんまり気にないな。やっぱりここは2号かな。オッケー。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか。お前ともやんのか？お？生徒会長？生徒会長だ。超マル秘アイテムで解決したい。何ですか？あー、はいはいはい。なんか、あれね。豆電球になれるやつね。テラスタル。テラスタル、R。オッケー、来た、テラスタル。キノコ。どうなるんだろう。1号のテラスタル、どうなるんだろう。ほほ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 ほ。ろうそく。ろうそくになるんや。すげえ。めっちゃキラキラしてる。あ、忘れてた、お前。俺はいいんで、その持ってるさ、後ろのカバンを私にくれないかしら。あ、行っちゃったよ。ということで、本日はこの辺で、さよなら。では、恒例のコメント返し行きたいと思います。はじめまして、初コメです。動画楽しく拝見いたしました。ありがとうございます。私も約2ヶ月前に現象を始めたばかりで、お気持ちとても分かりみが深いです。同じくディレック推しの一人なのですが、慎重さにテンション上がりますよね。いや、ほんとそれな。ディレックに会いたすぎて用もないのにバーに行って必死に探してました。わかるー、わかるわかるー。私も動画には入れてないけど、実は、初めて旦那様に会った後に、めちゃめちゃいろんなとこ探しまくったんですよ。原神は魅力的なキャラが本当に多いですので、ディリックはもちろんのこと、3号様が推しキャラと巡り合うことになっております。今後も動画楽しみにしております。ありがとうございます。いやー、本当に原神マジで、魅力的なキャラがめっちゃ多いんよ。本当に。本当に困っちゃう。